ください。感謝いたします。私たちのために十字架にかかり三日目に終えられた主に期待しながら御言葉に聞いていきたいと思います。感謝します。カンボジアの話をですねする前に、9月の21日から23日までシルバーウィークに、長崎教会ではキャンプを行います。いつも夏にやってたんですけども、今回は夏は示されずに今断食をしたんですけれども、今回は9月のシルバーウィークですね、ゴールデンウィークじゃなくてシルバーウィークの時にキャンプをすることになって、そのちょっと紹介映像を、1分ないので、見ていただきたいと思います。それではいいですかね。はい、お願いします。スカイプで祈祷会に参加したり、スマートフォンでムービーを作ってみたり、ワードプレスのブログをアップしてみたり、ミュージックビデオを作ってみたり、今までできなかったことができるようになるシルバーウィーク長崎教会キャンプ。はい、ということです行きましょうとか参加しましょうというのはないので、ちょっと今次のを作ってもらってますけども、ぜひですね、あとこれないのはオーケストラとクワイアのこともやろうと思っているので、東京アントキの方で辻子牧師が作ってらっしゃる楽譜をもらってですね、前もってアントキオーケストラは練習しておいてもらって一曲仕上げようということを、ね、今考えていますので、ぜひおいでになっていただきたいと思います。さて、それでですね、皆さんお祈りを本当にありがとうございました。カンボジアから行って帰ってまいりましたけれども、月曜日に行って、土曜日に、長崎って九州の方は土曜日に帰ってきたんですね。福岡に、東京の方は金曜日の夜に着いたんですけれども、ちょっと飛行機の関係で私たちは夜中に出発したんで、長崎になりましたけれども、感謝します。今回はいくつかあったんですが、月曜日の日について、火曜日の日にまず最初にベンジャミンさんという方にお会いしました。この方はインド人の方なんですけれども、ルツマエダさんがカンボジアに行くときにきっかけになった方 で、私たちの教会とすごく関わりがあって、アフリカのルートや、それからヘクトール・ヒメネスという世界で2番目に大きなアルゼンチンの教会でパウロ牧師が奉仕されたことがあるんですけど、その関わりを開いてくださったりですね、ラインホルト・ボンゲというアフリカですごく持ち上げているドイツ人の伝道者がいるんですけど、その方が日本に来るときに、その方が口を聞いてくださったりとか、そういう関わりが深い方なんですけども、その方がカンボジアで働きをしているんですが、そのカンボジアの働きを私たちに継承してほしいと、ちょっと自分はそのカンボジアの働きをやめて、アフリカの方に集中したいと、アフリカで働きをされているん で、そのアフリカの方で働きをしたいので、ちょっとこっちの働きを引き継いでほしいということでお話があったんですね。で、もう一つ、それは何かといったらいろんな理由があるんですけども、一つは体調が悪くなったということで、我々は心配したんですが、会ってみたら全然元気なんですよね。体調悪かったんじゃないんですかってパウロ牧師が聞いたらですね、そうなんですってことで、実は脳卒中になって、半身不随で2ヶ月間動けなくて寝ていたそうです。ところが本当に癒されて元気になって、で今まではその後もでも奥さんか息子さんが必ず一緒に来ていろんなところに、宣教ですね、行ってたんだけど、今回脳卒中で倒れて以来初めて一人でカンボジアに来てるって言われたんですね。で元 のベンジャミンさんみたいに明るくて元気ですごく爽やかだったんですね。で秋元氏はもう全然もともとのベンジャミンさんじゃないですかって言って、本当にそうなんだってことで、だから2ヶ月半身不随で寝てたって嘘じゃないかと思いたくなるぐらい元気だったんですよね。でも2ヶ月間半身不随で寝てて脳卒中で倒れてたってことなんで、本当に癒されたんだと思うんですね。ただ働き時代はやっぱりもうアフリカを中心にしたいということでね、私たちの個人の7倍ある土地と建物があるんですけど、以前3年前カンボジアをタイに行った時、そこで奉仕させてもらったんですけども、パウロ牧師がされて渡しましたんですけども、その場所を、譲るというのはただじゃなくてね、それ買ってほしいということですけどね、それでアフリカの宣教に集中したいということだったんですけど、ちょっと見心かどうか今祈ってます。今住んでるところを売っただけではちょっと買えないので、だから4000万近くする場所なんでね、だからかなり大きい場所なんですけど、ただ働きが見心だったら、そちらに移動したいなと思ってますけども、そういうことがありました。で本当に元気になっていたんで驚いたんですね。それが一つですね。でそれとその後は焼肉パーティーがあった、すき焼きパーティーがあったんですけど、私はちょっとですね、前田さんとちょっと銀行行かなきゃいけない用事があって、で30分で済むと思ったら2時間以上かかりまして、焼肉パーティーが始まって終わってしまってたんですね。だから私と前田さんはそれの時いなかったんですけど、ただ、肉は27キロ買ってて随分余ったって。 でも皆さんどう思うか知りませんけど、個人の子供たちがお肉を
しかも牛肉を好きなだけ食べたのはおそらく個人に来て以来だから生まれて初めてだと思います。牛肉を好きなだけを思いっきり食べたのはですね、だから本当に良かったので、余ったのは次の日の海に行くときに煮込んでですね、柴橋さんという方がなんか煮込んで腐らないように煮込んでいろいろやってで持って行って海で食べたってことで良かったなと思いますけども、それで私はあの終わってから行って、それでちょっとあの食べてたんですね、一人ね、あの前田さんの二人なんか前田さんの用事があってちょっと遅れてこられたんですけど、で食べたんですけど、そしたらですね、一人男の子が、まあオンラインしてるから名前伏せときますけど、一人男の子が一生懸命私の給仕を頼んでもいないのにやってくれるんですよね。お茶持ってきたりいろいろ持ってきたりして一生懸命やってくれるんですよね。でその子はあの勉強が苦手な子で、ここ何年間か個人にほとんど前に行ってますけど、いつも暗い顔をしてたんですね。で学校も行けなかったりとか、行ってもなんかいろいろあって、それからちょっと問題がいろいろあってですね、で学校も嫌 で本当に問題だったんですよ。で前田さんも私もこの子に何か本当にいいものはない、どうしたらいいんだろうと思ったんですけども、そしたらですね、聞いたらそのこれ銀行で聞いた話なんですけど、その子が実は、もう学校を辞めさせて、いわゆるこっちで専門学校、料理の専門学校みたいな学校ですね、まあシェフになる学校ですけど、そういうことを勉強する学校に行かしたんですって。そしたらこれがハマったんですね。毎日喜んでいくようになって、学校で作る授業があってケーキを作って前田さんに持ってきたら、それが本当に美味しかったそうで、前田さんがえらく美味しいって言って褒めてあげたらお喜びしたってことなんですけど、その子が一生懸命調理をしてくれてですね、調理というかまあ、ね、こうやってくれて、そして前かけつけてですね、それからあの女子のシェフの帽子があるじゃないですか、それを見せてですね、私にニコッと笑ったんですよね。であの子の笑顔を見るのは何年ぶりかなって感じなんですよ。だから本当に自分のステージが見つかったんだなと思ってすごく嬉しく思いました。で個人の子どもたちは、まあ、あんまりマイナスの話はできるだけしないようにしてますけれども、みんながみんな今どうかというとそうじゃなくて、問題があったり今やっぱり戦っている子も何人かいるんですね。でこの子は今回本当に良くなりましたけど、まだ他にちょっとね、まだちょっと暗かったりステージが見つからない子もいるので、続けて祈ってほしいと思います。で嬉しかったのは、一番最初に個人に来た子は97年に来た子なんですけど、ビスナって言いますね、島本さんが大好きな、ショーコって言って島本さんが大好きな子なんですね。島本さんは1で聞いてるのかな、2だったら聞いてますかってね、で1で聞いてるかもしれませんけども、その子はですね、本当に来た時2ヶ月で来た子なんですけどね、海中だらけだったんですけど、今はねものすごいごっつい体になってですね、もう本当にすごいんですよね。食べるのも人の4倍ぐらい食べるんですけど、その子もちょっと上の子たちと一緒に、上の子が反抗期に入った時にちょっといろいろ問題があったんですけど、学校にいい先生が来たんですね。でその先生がすごくいい指導者で、いろんな大会に出して訓練してくれて、で今砲丸投げやってるんです。砲丸投げでプノンペンの代表になって、全国大会、高校生かな、全国大会の高校2年ですけど、日本で言えば全国大会の、日本カンボジアの全国大会の砲丸投げの大会に出て全国3位になったんです ね。このすごい親バカと思ってきて嬉しかったですね。でだから一旦2020年のオリンピックの時にはカンボジア代表で来いって、冗談では必ずしもないですよね。でちょうど5年後だから23歳、なんかちょうどいいぐらいじゃないかな、陸上競技だったらですね。だから真面目にな可能性があるなと思ってね、なんかねえらく感動いたしました。で彼も勉強は苦手なんですけどよかったなと思っています。であと4人の男の子が大学に行くことになったんですけども、これは、今日教会だから言いませんけど、あるね有名なロックグループがの特にメインボーカルの子が実際に献金をガバッとしてくれまして、ね、そのお金で新しい別棟を借りて、で4人の男の子たち その大学1年の1年間分の授業料400ドルなんです。1人日本から考えたらねあれですけども、400ドル、今だったら5万1000か2000ぐらいだと思います。ちょっと円高になってますので。で、だから4人分全部ね、そのもらった日の中で余った分であったんですけども、行けるようになったんですね。で、1人は、ですね、ミッショナリーになりたいって言ってですね。ね。で、英語をやってミッションになりたい、聖書の勉強したい。それがダメだったらアグリカルチャー、農業をしたいって言ってましたね。でその後は英語と日本語も勉強してね、一緒に連れて行ってくれって言ってね、言ってくれたんですね。あっちこっち行きましょうってね。でそれと同時に自分自身もミッションになっていきたいってこと言ってましたね。でもう一人のが昔は伝道者になりたいって言ったんですけど、今は法律家で英語がすごく得意なんで、国際弁護士になりたいってことですね。でもう一人はもともとお医者さんになりたかったんですけど、ちょっといろんな事情があって、
今カンボジアのプノンペンはすごいねリッチな方はですねリッチと貧富が激しいんですけど、その塾とか家庭教師をつけたりするんですね今ものすごくそういう状況になってきて、プノンペンだけはね、それで個人とかそういうことはできないので、それでもすごい勉強一生懸命やるので成績はいいんですけど、先生がねいつも言われるんで、この子はちゃんと勉強させたらもっとできるのにってこと言われるんですけど、まあそれで技師ですね、いわゆる設計技師というかですね、そういうのになりたいってこと言ってますね。だからもう一人の子は車が大好きで車の整備をする人になりたいですね。でみんなそれぞれビジョンを持って大学に行こうとしてるんですけど、なんでこんな人かというと彼らは夢とかね、そんなことは持つことのできなかった子供たちなんですよね。明日生きていけるかどうかわからない、次の食事にありつけるかどうかわからない子供たちだったんですけど、みんなそういう夢を持って、本当にその夢に向かってこうなんかこうビジョンを持って生きていけるようになって本当に良かったなということは思います、ね、本当に皆さんのサポートと献金を本当お祈りをありがとうございます、まあ、続けてね継続してサポートしてあげてほしいというふうに思います。それとさっきあったように夜の正解、火曜日と木曜日になったんですけど、4組ですね、男の子4人と、まあ、うちの娘が言うにはあれはギフトだと言ってましたけども、ギフトの真似するようなねグループと、それから女の子と男の子の小さい子たちのグループと、さっきは25人で歌ったのと、その後1人で女の子でね歌った子がいて、結構みんな白馬に行ってねやりたいですね。で海に行った時ですね、私は今年今回行かなかったんですけど、海行った時に片道5時間かかるんです、バスだから。で私が何年か前行った時の海に行った時のバスはボロっちかったんですよね。今回はすごく立派なバスで、で海にいたのが3時間ぐらいなんですけど、前回もそうだったんですけど、帰る時はもう疲れ果ててみんな寝るんですね。だから前田さんももう帰りはみんな寝ますからって言ったんですけど、今度はですね寝ないで、いいバスだったからマイクがついてて、こう音が入ってね、そしたらねマイクを見せた途端に歌い出してですね、帰りの場所の中は賛美大会になってですね、歌ったら残ったお菓子をもらえるということですね。で秋元ヨハネ君はそういうのあんま好きじゃないんですね、みんなこうマイク持って歌うのはね。だからベスナからですね、お前も歌わなきゃいけないと言われてですね、ベスナに言われたら断れないから歌ってきたとか言ってましたけど、そうやってみんなで賛美大会になってもうワイワイしながら帰ってきたってことだったんですね。でまあ最後に余談で一つ、その海に行った日水曜日の日なんですけど、その日は実はシーバー牧師の誕生日だったんで、本人も家族も忘れていたそうですけど、帰りの場所の中で思い出して、あ誕生日だってことで、でみんながそこでわーっと祝いしてくれたんですって。でよかったと思って帰ってきて、次の日ですね正解があるから個人に行ってやろうと思ったら、その正解の始まるちょっと前にですね、いきなりですね手作りのケーキをみんなが持ってきてですね、でシーバーさんとか持ってきてみんなでハッピーバースデーをしてですね、お祝いしたんですよね。でシーバー47歳だそうですけども、47年間で一番嬉しかった誕生日だったって言ってね、家族も忘れた誕生日をこの子たちは覚えていてくれたとか言いながら、ね、神の家族とか言いながらですね喜んでおりまして、本当に良かったなというふうに思います。で個人的には私は今回はちょっと随分ゆっくりと交わる時間があってですね、それがものすごく私にとっては祝福でした。ちょっと席の方でまたお話をします。なので子供たちのこともすごい良かったんですけども、個人的には、まあ、銀行行った時に前田さんとゆっくり話すことができたことと、すごく主とゆっくり交わる時間が随分取れたので、それが私にとってはすごく良かったと思います。本当に皆さんお祈りありがとうございました。また1年に最低1回2回ぐらい、アンティオキア の直轄になったんで2回ぐらいはチームが出ると思いますので、機会があったらぜひカンボジアにも行ってください。それと個人的にはですね、アフリカに行くことが示されたんで、まあ、ダンビアに個人がありますから、ダンビアを中心としてまたアフリカにですね行ければなと思ってますので、ぜひ皆さんお祈りしていただきたいというふうに思います。はい、それでは聖書の方にね入っていきたいというふうに思います。ちょっと時間が押してきたので、ちょっと短い時間でしか説教できませんが、ロマ書の10章の17節、皆さんよくご存知だと思います。もう一度読みしますね。ロマ書の10章の17節、信仰は、そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのですということなんですね。で、信仰っていうとですね、日本の場合は信仰っていうと普通ですね、一般の人ですよ、一般の人はイワシの頭も信心から合ってますか、合ってますよね。そういうふうによく言われて、何でもなんか信じればいいんだみたいなところがあるんですけど、実はクリスチャン、私たちの信仰の何が土台か、何を信じるのかってことなんですよね。その時に私が信じるものは神様の言葉なんですね。もちろんイエス様を信じるんですけど、具体的には神の言葉、
神の言葉が土台なんです。だから何でもかんでも信じるってことじゃなくて、神様の言葉を信じるんですね。だからここにも信仰は聞くこと、聞くことから始まって、何を聞くのかというと、キリストについての御言葉、だからこれは神の言葉ですね。聖書の言葉であったり、吟味された予言の言葉であったり、聖書を解き明かすメッセージであったり、神の言葉を聞くことが信仰の始まり、つまり言葉を聞くことによって信仰が始まるんですよって言ってるんですね。だから我々の信仰は神の言葉なんです。でこの神の言葉の時に2つあっていつも言うように、1つは例えばここに書いてあります。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことにて感謝しなさい、これはキリストですね、あなた方のどんどれことです。死の時間の方だったらもう何回も聞いた言葉ですけども、この言葉は特別語られなくても、世界中どこの国であっても、誰であってもいつでもこの言葉は、適用できますよ ね。いろんな問題やいろんなことからにね、つまりいつでもどこでも適用できる言葉があるわけですね。約束と、まあ、教えと言ってもですね、約束や教え、求めなさい、そうすれば与えられますというのもね、それが一つ。もう一つはね、特別にあなたに私に語ってくる言葉がある。例えばお父さんのためにさっき山本牧師が言葉を求めて20個求めて、それを書いて毎日感謝したっていうのは、このお父さんの救いのために祈った時に与えられた言葉ですね。それは他の人のお父さんじゃなくて、山本牧師がお父さんのために神様が山本牧師に語った言葉、分かりますよね。そういう言葉があるんですね。でそれが信仰の土台ですね。だからいつでも誰にでも適用できる言葉と、特別に自分に語ってくださる言葉がある。吟味が必要ですけどね。その言葉が私たちの信仰の土台なんですね。だからまず言葉を聞かないといけないんです。だからね、信仰がなくなるって時にサタンがやる上等手段はね、その言葉を聞けなくするんです。例えば別に聖書を読みたくないわけじゃないけど、気がついたら聖書を全然読んでないなとかね、別にそういうわけじゃないけど、気がついたらなんか教会から足が遠のいてるなとかね、なんかそれが、例えばもう一つはですね、例えば死の時間では感謝の説教を繰り返しするじゃないですか。で感謝を聞いたら、あ、もう知ってる知ってる、もう知ってる知ってるって言ってね、もう知ってる、また同じことかって言っても、こう右から左に聞き流す、あるいはもう聞こうともしなくなるとかね、あ、もう同じ話かって言ってもうスマホをやり始めるとかね、つまり何かというと、聞こうとしない、神の言葉で聞こうとしなくなるんですね。それ聞いてないと信仰は生まれてこない、信仰が始まらないんです。で例えば大事なところなんですけどね、例えばね、同じ話を聞くとき、あ、もう知ってるよっていうのは確かに知識としては知ってるんですよね。知識として知ってることと全然違うんです。死の時間の方だったら、全てのことを感謝しなさいっていうのはもう耳にタコができてイカになるって、分かりますかね。タコは8本、イカは10本ということですけども、ね、何かというと、つまりもう十分知ってるんですよ、知識としては。知識として知ってるけども、じゃあそれをしてますかっていうとね、身についてないことは山ほどあるわけですよね。で私たちがもう知ってるよって言って聞かなくなると、その瞬間私の信仰はね、失われていくんですね。で実は大事なことなんですよね、知っててもそれを身につけるまで聞くっていうかね、聞かないといけないんですよね。まず聞くことが大事なんですね。でこれが一つ。でちょっと駆け足でね、次言います。それから令和に行きますけど、でまず聞くことなんですが、次はね、聞いて、神の言葉を聞いて信じますよね。で、ここで信じるときに、秋元牧師は雲虹の9月号から信仰について書いてあるんで、ちょうどこのこと書いてあるんですけど、どうでしょうね、真面目な人は結構信じるというとね、100% 信じないといけないっていうふうに思ってる人結構多いんです。まあ、皆さんはもう教えられてるから大丈夫と思いますけど、疑いがあってはいけない。で、疑いが多いときは信仰が弱い。疑いが小さいときは信仰が強い。疑いが 90% あるときは、あ、信仰が弱いと。疑いが 3% しかないときは、今日は信仰が強いと。そういうふうに感じると思うんですね。確かに信仰、疑いがあるかないかっていうのは大きいと思いますが、それは中心ではないんです。まれに特別な恵みがあって、疑いなく信じるときってあるんです。これ本当にあるんです。これはね、特別な恵みがあるとき。あ、治るとかね。あ、答えられるとかね。不思議に信じるとき、そういうとき高ぶらないように、特別な聖霊の助けです。で信じれない人はね、裁かないように、裁いたら必ず自分も裁かれますから、気をつけてください。多くの場合は言葉が与えられるんです。で信じてるんです。でも信じていながらここら辺に疑いもあって、例えば求めなさい、そうすれば与えられますって言うとね、きっと求めれば与えられると思いながら、でも本当かなと思ってたり、感謝しながら全てが益になってきっと祝福になると思いながら、でも本当かなと思っていたり、実はしてるんです、ほとんどの場合で。
その疑いがあったり本当かなと思う心があること自体は実は信仰がないとは言わないんですね。大事なことはね、疑いがあっても疑問があってもその与えられた言葉に応答するか、例えば求めなさいそうすれば与えられます言葉だったらその言葉に応答して求めるか、あるいは全てのことを感謝しなさいって言葉だったらこんなことしてどうなるんだろうと思ったとしても本当に感謝するか、その言葉に実際に応答するかどうかなんですね。応答しているときたとえ疑いがあっても本当かなと思っていても実はその時私たちは信じているものとして進んでいるんですね。でここがすごく大事なんですね、まあ、よく言われる信仰の対応とか、ね、信仰の踏み出しと言われますけどそこなんですね。例えばね今日この礼拝が終わった後にですね、ね何人かの人にですね、私はわけですね、焼肉を食べに行きましょうと、ね、で、ねまあ個人の子供だけすき焼きパーティーをしてね、私たちも焼肉を食べに行きましょうとね、で逆に今回はね、いつも奉仕してくれてありがたいからね、断腹プラスアルファの連中は、私がおごりますとこう言いますね。で夜の9時に全ての礼拝が終わったらちょっと遅くなるけど9時から行って11時ぐらいまで2時間食べ放題に行きましょうって言うんですね。だから王さんはですね素直だから信じるわけですね。きっと食べれるぞと思うわけですよ ね。で、愛さんはですね愛さんはですね疑い深いわけですね。本当かなって、ね、あんなこと言ってるけど実際行ってみたらですねやっぱりコンビニで済ませって言われるんじゃないか、しかも支払いはじゃあやっといてって言われて払わされるんじゃないか、ね、そう思うわけですね。それで9時になるわけですね。で王さんは信じてる、きっと食べれるぞと思うけど信じてるんだけど家にいるお母さんのことが心配でですねパッと帰るわけですね。で帰りながらですね、ああ食べれたのにな食べれたのになと思いながらもう信じきってるんですぐ帰るわけですね。で愛さんはですねもう疑いだらけなんですね。王さんが怒ってくれるわけないよなってね、ね顔は普通にしながら心は疑いだらけでですね、思うわけですね。本当かな本当かなと思いながら来るわけですね。やっぱり食い地が張ってるので、ね、そして来てですね、で私は連れて行って食べてですね、食べながらですね心の中でね最後の支払いはさっと帰られて私にさせられるんじゃないかとドキドキしたわけですね。ところが私がさっと払うわけですね。何言ったか分かりますか。来たら食べれるんですよね。疑いがあってもどんなに信じてもそこに来なければありつけないんですよね。これはすごく信仰では大事なんです。それに応答するかどうかなんです。求めなさいそうすれば与えられます、そうだ求めれば与えられるんだと信じていても求めない人は与えられないですね。本当かな本当に求めて与えられる、求める人は受けるんですよね。そう書いてあるから聖書に、感謝して神を愛する人には全てが益になるって書いてあるから、本当に全てのことを徹底して感謝していくと必ず益になるって、どんなに信じていても感謝しなければ益にはなってこないんですね。でも感謝し始めると忍耐がいりますよ、間違いない、ね、忍耐がいりますけど感謝し始めると本当かなと思っていてもやる人は益になるのを見るんですよね。ここがすごく大事なところですよね。で、今年じゃなくて去年のパトモスに私は行きました。私にとってすごく大きな人生を変えた場面です。その前のイスラエルとパトモス、この2つは私の人生にとって大きかったんですけども、そのパトモス行った時ですね、秋元牧師はローマと共にパトモスに行きますということを言われたんですね。今回はその瞬間ね、このパトモスは行きたいじゃなくて行かないとまずいぞと思ったんです。すごくねローマがあったので、でそうだじゃあ信仰の声と思って断食を始めたんですね。給食断食しなきゃいけないから。で私最近断食苦手なんですね。断食するぞとか思ってもですね、なんか食事が前に出てくると気がついたらちゃんと食べてたりするんですね。でなかなか断食ができないんですけど、その時給食あっという間にできたんです。明らかに不思議でした。で私思ったんですね、これ本当に行かないといけないんだなって思ったんで、真剣に乗り始めて求めなさいってね、必要な費用をね。そしたらですね献金が来たんです。結構でもねパトモス指定ではなかったんですね。そうするといろんな必要がもう山ほどありますから、当然きちんとね必要を支払わないといけませんから、指定でない時は2日でなくなりまして、でまた祈ったんですよ。それまた来たんですよね。でまたそれもねいろんな必要がありますから払ったら2日でなくなったんですね。でそこで、ね、私思ったんですよね、あもうこれはパトモスまでは届かないなって、求めればそれ与えられるけどパトモス行くまでは届かないなと思ってですね、
私の中でですね、諦めが来たんですね。それで祈らなくなっちゃったんです、それたらね、教会の皆さん祈るわけですね。いたよ、僕しかパトモスに行けますよとかね。最初はですね、みんな祈ってくれて嬉しいなと思ったんですけど、不信仰って怖いですね。そのうちみんなが告白するんです。いたよ、僕しかパトモスに行きますとかね。最初嬉しく聞いたのに、そのうち腹が立ってくるんですね。不信仰ってのは恐ろしいです ね。そうだったんですよね。ところがね、行く直前の、第7礼拝でね、オンラインでやってましたら、パウロ牧師が諦めたらダメですってね、本当に神様に期待して求めないといけないって話をされたんですよね。でも何度も聞いた話なんですけど、その時その言葉がスーッと入ってきてですね、あれ、今回本当は行くべきだったんじゃないか、まずいぞと思ってね、そこでね、最後にもう一遍求めたんです。悔い改めて、すいませんでした、諦めてましたってね、ちょっと遅すぎますけど、神に遅すぎることはない、時間を作ったのは神だから、遅すぎることはありませんから、本来行くべきだったのに行けないということないように、神様どうか許して行かせてくださいって、もう一遍真剣に悔い改めて求めたんですよね。真剣になったんです、本当に。そしたらですね、その礼拝が終わった後、もう行くのは、すぐ2日後かなんかだったから、その礼拝が終わった後に献金が来たんです。今度はパトモス指定で、そのおかげで生きちゃったんですよね。で、私はなんかものすごい忘れられないんですよね。求めるまでは開かなかったんですね。わかります。で、あの時もし私祈ってなかったら献金が来てないと本当に思っています。で、言葉を聞くだけじゃなくて、聞いた言葉に応答するかどうか、これがすごく大きいんですね。で、同じ求めなさいでもう一つね、先週使わされた場所の話をしましたけど、午後の礼拝でね、松本俊也牧師がですね、証しをされたんです。先週の礼拝の前に聞いてたらね、先週証ししたんですけど、で、彼はですね、ミスターガストですよね。で、そこでバイトしてるんですけども、店長が変わったんですね、つい最近。で彼は祈ってたんですね、甥っ子の南牧師があんないっぱい証しがあるとね、で、私にも証しが欲しい、特に職場で欲しいということで祈っていて、その新しい店長にイエス様のことを伝える機会、伝道する機会が与えられるようにって求めたんです、神様に、ね、なかなか職場では伝道できませんからね。職場は仕事の場だから、これ日本の人はよくわかると思いますね。下手に伝道したら、ね、いろいろ言われたり、場合によってはクビになることさえありますから、ね、それで祈ったんです、真剣に神様に。そしたらですね、先週の日曜日、先々週の日曜日、車が、タクシーがね、彼がバイクに教会の前で乗ろうとしたら、タクシーが突っ込んできたんですよね、居眠り運転で。で、野見山さんのバイクにバンとぶつかって、そのおかげで彼の足のここでピタッと止まったんです。あれ、野見山さんのバイクにぶつかってなかったら突入ですよね。今頃は俊也牧師の左足は切断されていたかもしれませんね。いや、大真面目に本当にね。それで、だってその車の左半分もう完璧にひしゃげてあって、すごかったですよね。なんかそこだけ見たら大惨事って感じですよね、すごくね。で、それでなったんで、そしたらですね、それで警察来てもらってちゃんとやったんですけど、病院に行ってね、きちっとやったんですけども、彼自身はそんな守られたんですね。そしたらね、バイト先のご婦人たちが、今おばあちゃんまで言いかけたんですね、ご婦人たちが言ったそうです、俊也牧師に。あなた、タクシー券踏んだくったってそういう時はね、いっぱいタクシー券もらっていいのよとか言ったらね、そんなことしてませんよって言ってね、言ってこう言ったそうですね。で、いろいろやったとか言って、いや、そんなことしてませんよ、相手は会社だからいいのよとか、そんなことしてませんよって言ったんで、本当にしてないから ね。そしたらですね、新しい店長言ったんですって、松本君は顔は怖いけど優しいんだねって言ってたんですね。そしたらですね、そのご婦人、おばあちゃまがですね、つかさず言った、店長ね、彼はこう見えても一応はって言ったんですって。一応は牧師なんですよ、本業は牧師なんですってね。そうですよね、牧師でなければ今頃ガストのエリアマネージャーかなんかなってでしょうからね。それで、そう言ったん。そしたら店長が、牧師かとか言ってですね、普通はそれで話が終わるんですけど、僕を清めてもらえないかなって言ったんですって。で、普通これは茶化して言う場合が多いわけですね。で、最初彼は茶化しかと思ったら真面目だったみたいで、次の日もう一遍彼の方から近づいてきて、いろいろ話をしてきて、牧師だったらってことでいろいろ話をして、まあ細かいことはプライベートに変わりますから言えませんが、話してきたんで、向こうから求めてきたんで、でおそらくそのうちね、日曜日一番忙しいから来れないかもしれませんが、日曜日じゃない時にコンサートか、あるいは月曜日なんかに
大真面目に教会におそらく遠くないうちに来るだろうと思うんですよね。で面白い祈ってたんですよ、ね、あの甥っ子の南くんばかりじゃなくて僕にも神様ってこうね求めてたんですよ。今までも祈ってなかったわけではないですけど心を入れて祈ってなかったと思うんですよね。言葉に対して真剣に心を入れて応答すると神は働き始めるんです。言葉をまず聞かないといけません。聞くだけじゃなくてその聞いた言葉に応答しないといけない。さっき山本牧師が20個与えられた言葉を毎日毎日その言葉を感謝して告白してたってでしょ。その言葉に応答すると神の技が起こるんですよね。で聞かないと信仰は始まりませんが聞くだけじゃなくて聞いた言葉に応答していくときにそれに、まあ、あの応答ってつまりそれ答えていくそれに従っていくときに神の技が起こっていくということをねぜひ皆さんね覚えててほしいんですね。でそういう証はですね、まあ、あちこちあります。で最後にもう一つだけ証しをしておりますね。白馬に行った時ですね、平明則君、ね彼が白馬に行ってで賛美大会見てどのチームも良かったと思って感動したそうですね。で、まあ、で自分も賛美をこれからもっと真剣にやろうと思ったり、まあ、いろんなことを、ね、なんか白馬で決心して最後の聖火の時に予言があったそうですね。この白馬キャンプで決心した人がいるんだけどその決心を奪われないように気をつけなさいということで、帰る時に逆アタックを受ける人がいるから気をつけてきなさいって言った瞬間ね彼はね自分のことだと思ったんですって。それで逆アタックがないと祈ったんで彼は新幹線で帰ったんですね。お母さんがちょっと膝が悪いからねバス乗れないからで新幹線で帰った時に思ったんですって。これ財布忘れたらいけないな逆アタックで財布忘れることかもしれないから忘れないようにと思ったんですって。なんかそう思ったんですって。でそう思って新幹線降りた瞬間財布忘れてたんですって面白いですよね。あ忘れたと思って慌てたらもう新幹線ドアが閉まっていく、 ところでもうちょっとダメですということで行っちゃったんですって。すぐ駅員さんに行って連絡してもらったらなかったんですよね。あれで ねもうがっかりしたわけですよね。あらーと思ったんで、ね、ところがですね、まあ、小倉で降りたんでしょうね。家の地方だからね博多まで行かないでね。それで博多に着いた時にはなかったんですね。でもそれ金曜日でしょ。その日のうち帰ってきたからそれでねそこからですね徹底して感謝したわけですよ。もうお母さんも家族もみんなで、ね、言ってました。財布の中には現金は5000円でポイントカードとクレジットが入ってたのかなんかかな。そうですね、保険証入ってなかったそうですけども免許証も入ってなかったそうですけどもなんかそういうあった。それで、まあ、徹底して感謝したんですって。で土曜日の日に警察に届け出ようと思って行こうと思ってでもその前に待てよってね感謝してってしたのでもう一遍博多駅に電話してみようと思って博多駅に電話したんですって。そしたらですね財布ね届け出られてたんです。これ借払いで今 お送りしたところでしたっていうことだったんですよね。で来喜んじゃってですね彼はですね本当に良かったって思ったんですよね。小さなことだけど本人にとってはすごく多かったみたいですね。で面白いのはこれ何をしたか徹底して感謝して見つからなかったことも感謝してそれでなんか踊ったそうですね。ね本当に感謝したんですよね。で皆さんね彼がもしその時ねはぁはぁはぁって言い続けたらね見つかったかどうかわからないと思います。御言葉を聞いた御言葉を行うかどうかはあなたと私の選択なんですね。その御言葉に応答するときに神様が与えてくださる。聞かないとまだいけない。だからまず聞くんですけど聞いただけじゃなくて聞いた言葉に私たちが応答していくときに神様が与えてくださるんですね。それをぜひね覚えててほしいというふうに思います。で何回も聞いてることだと思うんですけどクリエイション聞くだけじゃなくてそれを応答してほしいんですね。応答するときに神様を体験します。でそれは単に奇跡を見るとかじゃなくて本当に神様の愛とか恵みというのが自分の中でね分かってきますね。でそれがねとっても大切なんでぜひねそのことを覚えてほしいと思います。今日はここまでにしておきましょう。お祈りします。天のお父様御言葉をありがとうございます。信仰は聞くことから始まり聞くことはキリストイエスについての御言葉によるとよく知っていることなんですけれどもそのどうぞ私たちが知識として知っているだけではなくてそれが本当に身につくほどまでに神様の言葉が私の心に受肉してきますように。またどんなに疑いがあったとしても本当かなと思うことがあったとしてもその言葉に踏み出していく応答していくことができるように主を助け導いてくださいますようにお願いいたします。
お祈りをしたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしたいというふうに思います。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今具体的に素直に大胆にあなたの願いと求めを主におっしゃってください。主はその願いと求めに応えてくださいます。天の様、お一人お一人の心からの叫びや願い、そういう豊かに応えてくださり、心と体を完全に癒し、問題に対する解決と勝利を豊かに表してください。イエス・キリストの名によって、心と体を癒されよ。その後脳梗塞の後遺症を完全に取り除き、話せるように、歩けるように、食べれるようにしてください。特に、股関節、それから膝に触れてくださって完全に癒してください。また私様、腫瘍、ポリープがある方を取り除いてください。がんを完全に取り除いてください。イエスキリストでがんよ、消えてなくなれ。その人の中にあるがんよ、体中からイエスキリストって命ずる、消えてなくなれ。目が何かすごく痛い方ですね、この目に触れて完全に癒してください。お願いいたします。仕事に関して何か新しいことから、新しい仕事っていうか、新しいこと、同じ職場であっても新しいことっていうんでしょうかね、何かそれが導かれている方がいますけども、本当に心かなと思ってるんですけど、恐れずに踏み出しなさい。私はその新しい導きの中であなたに力を与えていこう。自分の中ではなんかこううまくいかないっていう思いが来るんですけど、でもなんかでも促しも感じるんですけど、ただうまくいかないっていうのも自信がないっていうんでしょうか、不安があるっていうんでしょうか、あるんですけど、だけど導きは感じています。これに関して恐れずに踏み出していきなさい。踏み出すときに力がきます。踏み出すときに主の助けを見るので、恐れずに踏み出していきなさいと主は言います。心の深いところで、なんかこう誰かの責任にしている人がいますけども、あなたが誰かの責任にしている限り、あなた自身が解放されません。確かにその人はあなたに害を加えましたが、それを感謝した上で、あなた自身が神様の前に出ていきなさい。あなた自身の悔い改めと感謝を徹底していくときに、なんか全く新しいことがあなたに始まります。この誰かのせいにしていることを、そのこと自体も徹底的に感謝しなさい。そこから大きく変化が来るとしてあります。イエス様、ありがとうございます。すごく諦めている方がいらっしゃいます。別に人にはそうは見えないんですね。普通にしてるんですけど、深いところで諦めている方がいらっしゃいます。愛する声、諦めてはいけません。人に諦めても、自分に諦めても、私に対して諦めてはいけません。私は決して投げ捨てない神、私は決して投げ出さない神です。諦めてはいけません。私に求め、私に感謝し、私に求めなさい。私は必ず答えていこう。必ず解決と勝利を与えていこう。諦めてはいけません。私に対して諦めてはいけません。私に求めなさい。私に祈りなさい。私に感謝しなさい。私は必ず解決と勝利を与えていくと主は言われます。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、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 ハレルヤ。仰ぎ声願くば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、光が私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとご支援までも豊かに限りなくありますように。アメン。
どうぞお座りください。それではお知らせをよろしくお願いします。